画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。では今回は、画廊伝説スペシャル、またコンピューター性能をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回は誰を使っていきましょうかね。では ダックキングで行ってみましょう。さあ、設定では、主人公テリー・ボガードの、ライバルとしてなっておりますが、果たして強さ的なのはどうなんでしょうかね。いつものように、シャーミジャックキックや、シャーミジャックパンチで、超劣化弾が当たったところ、起き上がりに超必殺技のブレイクスパイラルが当たりましたね。ブレイクスパイラル、後ろ、後ろ下、下、前下、前、斜め前、下、BC の非常に複雑なコマンドの、投げの調子だったですね。まさか、アンディ戦で決められるとは思いませんでしたね。シャーミジャックパンチで、勝利弾や、ジャンプ攻撃を誘っての、あとはな、投げですね。ここで投げる。最後はスピンアタックを決めて、完全勝利ですね。さあ、次は知らない前ですね。シャーミッキョーパンチから、スピンアタック、最後はジャンプジャックパンチが入りました。ちなみにダックキングの上のモヒカンの上に乗ってるヒヨコは、ピーちゃんという名前ですね。ダックキングが勝つと、上でピースをして、負けると、一緒に同じポーズで倒れますね。キング飛び道具がないのがちょっと辛いですが、なかなか動きが素早いのでやりやすいですね。さあ最後は、ブレイクストームで決めました。対空技なんですが、近距離で、強で当てると、連続技になりますね。さあ次はダックキング同士の同キラ対決ですね。ダックキングは、これで、膝をね打ってくるのを狙います。おっとブレイクストームを食らってしまいました。最後はジャンプジャックキックを打ったところスピンアタックが来ましたね。奥上がりに投げます。
レイクスパイラーいきました。ブレイクスパイラル、水空も非常に長いので、そして、威力もかなり高いので、一発逆転も可能ですね。ただコマンドが難しいのでそこは注意しなければなりませんね。最後は、バックジャンプジャックをあの膝に合わせて当たりましたね。さあ次はライバルのテリーボガードですね。さあこちらは飛び道具がないので、うまく、隙を狙っていくしかないですね。ラインの攻撃がライジングタックルありますね。さあパワーウェーブの隙を狙って、連続を技を叩き込みましたね。そしてタイムオーバー勝ちです。基本性能は、テリーはもちろんかなり高いので、まともにやり合うと打ち負けてしまいますね。タイムアップガチャをもう一度抑えました。さあ次はビッグベアですね。チャーミングキック、対空にもなるのでいいんですが、リーチが短いのが欠点でしょうかね。スーパードロップキックを行いました。ここで投げます。後ろに回り込んで投げます。危なくタックルを食らうところでしたね。ハーボも食らってしまいました。またもやタイムアップ勝ちですね。
おっとファイアブレスを食らってしまいました。最後はサーミ強気を打っているところジャンプ強気を消えました。次は上東ですね。スライディングを投げます。タイガーキックを投げます。ジャンプ強キック、シャーミ強パンチ、スピンアタック。キックを投げていきます。あとライン移動攻撃から強パンチを食らってしまいましたね。サーミットパンチからスピンアタック。おっとスラッシュキックが来ましたね。タイガーキックを投げてきます。タイガーキックを空中投げで投げました。空中投げあるのを今思い出しましたね。さあ次はタンフールーですね。タンフールはバックジャンプジャッキックで全尻尾を落としていく感じですね。そしてシャーミットパンチ、そこからスピンアタック。はい、パーフェクト勝ちですね。全脚を行きましたね。で、最後はジャンプジャッキック、サーミ強パンチ、スピンアタック。で、私の苦手な山田十兵衛が来ましたね。
飛び越えてしまいましたね。あの間合いからダイナマイトイズナートしですからね。あら、間違って垂直でジャンプでジャッキックが出たら当たってくれましたね。私がジャンプキックを打ったらバックダッシュしてせんべいが間に合うというのはおかしいですからね。あれ溜め技ですからね。最後はスピンアタックで削りました。やっぱり大嫌いですね、山田ジョーで。次はキムですね。ブレイクストームが決まりました。ジャンプジャッパンチ、シャームジャッパンチで、勝負決まりましたね。あの反撃弾に反応してブレイクストームがうまくなったのが良かったですかね。今のは前後ろ前パンチのビートロスですね。レイクスパイラル、あの投げ前でしたね。次は金神山ですね。こちらのスピンアタックの跳ね返り際に向こうも突進してきましたね。今投げたんですがね。陳新座に2連敗を喫してしまいました。
最後ジャンプ教育が勝ちましたね。空中で競り合ったら、ダックキングのが若干分があるかもしれませんね。今気がついたんですが、遠距離強パンチキャンセルが変わるんですね。でもそこそこ早く、リーチもある遠距離強パンチが、キャンセル変わるとなったらだいぶ戦いやすくなると思いますね。さあ次はビリーカーンです。超簡易旋風コンですね。飛び込んだら超簡易旋風コンが来ますね。飛び飛ぶのないダックキングがきついかもしれませんね。こちらの超必殺技は、投げ技ですからね。寄りました。そしてブライクスパイラルが決まりました。逆転しましたね。危ない。シャーミジャックパンチ2回から、最強パンチを出すんですが、それも当たってくれたので、スピンアタックを迷わず打ちました。さあ次はアクセルホークですね。あまり深く飛び込んだらアッパーが来るので、それは気をつけていきましょう。アクセル出した。危なかったですね。投げていきます。アクセルラッシュをジャンプ強キックでなんとか落としましたね。本当はブレイクストームを、迎撃に使おうと思ったんですが、ジャンプ強キックは出てちょっとヒヤヒヤしたんですが勝ちましたね。さあ次はローレンス・ブラッドです。リーチでは負けていますが、スピードでは負けていません。おっと、超必殺技のプラッティブラスが来ましたね。めったに出さないんで、ちょっと驚いてますね。あのマイクは投げれました。まさかの強敵ですね。
ローレンスあまり苦労したものはないんですが、ダックキングをあまり使ってないのがここにいて響いてますね。ボラティサフェル対空には使えなかったと思うんですが、空中で競り合ったら投げられますね。ブラッティサーベルが厄介ですね。で飛び込むと、空中投げ上げますね。ブレイクスパリアル、もう一発決まりました。ブラッティスピンの後に、ブレイクスパイラルを狙おうとしましょう。決まりました。ようやく、ローレンスから2ポイント取りましたね。そして、ギースハワードですね。クッキーを打ったのでジャンプキックを打ったらもう硬直を終わって当て身が来ましたね。もういつもの透かし投げですね。ライコンも足蹴りが見込んだ場合も投げてきます。スカシ投げを狙わないと、とてもこちらの勝てる、レベルではないので、向こうの反応速度が異常なので、最後まで上げていきます。そして最後のクラウダーですね。降りたところにブリッツボールが待ってましたね。
足が長いですね。レッドトマホーク、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 あっとカイザーウェイが来ましたね。テイクスパレルが決まりました。やっぱり足が長いですね。こっちも、タッチ強パンチで前を詰めながら打ってるんですが、よくやりましたね。遠距離強パンチが決まりました。これでオールクリアですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は画廊伝説スペシャル、キャラクターは、ダックキングを使っていきました。あまりゲーセンでもダックキングは使ったことがないのですが、技が綺麗に決まると、気持ちのいいキャラですね。特に超必殺技のブレイクスパイラル、これが決まったら、爽快感は抜群ですね。ただやはり慣れてないのか、7回ほど、コンティニューをしてしまいました。ただ私の、粘りのコンティニュー、どうぞ評価してもらえれば、ありがたいですね。では、また画廊伝説スペシャル、やるときあると思いますので、その時はどうぞご視聴よろしくお願いします。
今回ありがとうございました。うつぼでした。